皆様、こんばんは、ごきげんよう、井上ゆきたです。大変お久しぶりでございます。今日のゲームはボゴスタックです。もうタイトル通り、この世の地獄が詰まったみたいなゲームなんだけど、もうね、3週間ぐらいかな。下手したらツイッチは1ヶ月まるっと放置してしまったんじゃないかなと思う。本当ほぼ無言でお休みしてしまって申し訳ございませんでした。お休みしていた間何をしていたかみたいなことをちょっとね、おしゃべりをしながら罰を受けたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速ゲームやってみようか。ちょっともうなんか3時間4時間ぐらいやってるはずなんだけど、全くできないこのゲーム。いくぞ。男い。保護の時間だー。音どう？ いいんじゃない？これ多分正式名称、保護スタックラジウィズユアフレンズみたいな、そんな感じだったと思うんだけど、Steam でね、700円ぐらいで買える、ただただ飛び続けて前に進むっていうだけのゲームなんだけど、めちゃくちゃ難しいんだよ。もうね、一生私このハイゾーンから出られないんだけど。本当にな、また怒っちゃった。マジで難しいんだよ。さ、見た目めちゃくちゃ簡単そうなのにさ、なんでこんなできないのかわからないってぐらい、地獄を味わいたい人、ぜひ700円でスチームで買えるから買ってみてほしいです。あ、ダメだ、もうおすすめね。まあ、そんな感じで1ヶ月ぐらい放置をしてしまったんで、まあ、何してたのっていう話をしながら、地獄をね、味わっていこうと思う。先週じゃない、先月の頭に、まあ、お休みしますよ。1週間お休みしますよ、みたいな。ジュールを出していたんだけど、まあそれを超えてね、お休みをさせてもらってたんですが、まあ先月の頭に動画作りたいから休みますわって休ませてもらって、まあ、実際に動画をね、作ってましたよ。まあそんな感じでさ、動画作ってたんですよ。3本ぐらいしか上げられなかったんだけど、YouTube の方に上がってます。マインクラフト動画をさ、始めました。というか、ずっと撮ってたんだけど、やっとまあ編集始めました。マインクラフトってさ、5分くらいの動画でもさ、プレイ時間が平気で10時間とか超えたりするから、なかなか大変なんだけど、プレイをね、ちまちまやりながら、マインクラフト動画を始めました。ねえ、このサーバーで私ビリなんだけど、まだ大丈夫。まだ私生きてる、息してる。息してる。息してる。もうね、ポゴもね、せっかく買ったから動画にしよっかなって思ったんだけど、とてもじゃないけど、できないから。こんなのクリアまでプレイしたら頭壊れちゃうよと思って。動画するのやめたんで、今日やります。今日やります。頭打った。とさ、なんだっけ、なんかシミュレーションゲームを買ったんですよみたいなお知らせを YouTube でして、それをもう1本生配信やったんだけど、あれも動画にしようかなと思ってるって感じで、ちょっとまた動画配信よりも動画をちゃんとやろうかなみたいなところにシフトしてます。なんでなんかおすすめのゲームあったら教えて。で、2週目ぐらいに大阪行ってきました。東方コロームっていう同人誌即売会行ってきました。会いに来てくれた人ありがとうございました。持ち込み分はほぼ完売いたしまして、東方の即売会はまた来年遠征どこか関西方面など行きたいなと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。ついでに家族旅行を行ってきたんですよ。お心も行くぞ。インテックス大阪でやるから。私、埼玉県民だから、遠征だったんだけど、ついでに家族旅行行ってきたのね。
神戸行ってきたんだけど、たまたまね、神戸って港町じゃん。安くてもいいからお船乗りたいと思って、クルーズ船、観光クルーズ船観光クルーズ船適当に選んで乗ったらさ、フェイトステイナイトのコラボやってた冬季の街、フェイトのさ冬季の街ってそういえば神戸なんだよね、モデルが。それのなんかコラボやってたわ。それもちょっと動画じゃないけど、なんか記念撮影とかしてきたから、ちょっとショート動画にしよっかなって思ってる。びっくりしたわ、突然船乗ったらさ、なんかイリアとか立ってんの。なんかいるんだけど、あ、そっか、神戸ってフェイトかみたいな。そうだった、言われてみれば。そう、リンの家とかさくらんちとか、モデルになってる建物が言われてみればあるんだよ。全然見に行かなかったんだけど、その乗った船がたまたま冬木のでっけえ橋あんじゃん、あれの真下を通る、唯一真下を通りますっていう船で、でそれをみんな一生懸命写真撮ってて、あ、分かってる人たちはこれに乗るんだって思った。私はたまたま乗れた。たまたま。あー、ダメだ。そう、だから来年もさ、神戸行きてえな。ちょっと忘れてたから聖地巡礼したいなと思って。だからまた大阪のイベント出ようかなって思ってます。楽しかった。 FFどこまで行ったんですか。あ、全然進めてない。ちょっとそれもさ、悩んでんの。有識者にさ相談したいなと思ってて、まあコンテンツだよね、主に。その街中を勝手に撮影してたりとか、そのコンテンツノラで、私みたいな弱々配信者はさ、どうしてもノラでコンテンツに行くことになるじゃないですか。まあそれは良くないですっていう、まあ、流れにね、またなってるんですよ。だからそれがちょっとまた辛くなっちゃってそろそろ私またコンテンツなはずなのそれもあって、で私完全に本当に初見でやってて、どういうコンテンツが今後あるかもわからない状態でやってるから、生配信っていうスタイルが合わないんだよね。だから FF も今後動画の方にしようかなって。もうそれしたらさ、皆さんにご迷惑をおかけしたりもしないで済むじゃない。わかるのよ、私もその勝手に映されるの嫌だなって気持ちすげえわかるから。だってね、渋谷とかでもさ、NHK とかがよくカメラ持って撮影してたりするじゃん。映らない、今日化粧してねえから映りたくねえやみたいなのあんじゃんそれと一緒だよなと思って。うん、ラティ募集から発信してること、あ、そう、出せばいいんでない。それがね、集まらないんですよね。それがね、集まらないが割とデフォなので、ちょっと辛いなっていう。全部にモザイク処理、そう、それも思った。動画だったらいくらでも待てるのよ、集まるまで。生配信をする場合、じゃあ1時間2時間協力者を待ち続けるのっていう。それってこっちもきついじゃん、心が。進めたいんだもんって思って。あ、いいの、その話もね、今日すっごいしたかったんだ。 MMO って生配信難しいって話をしたかったんだ今日。だからね、振ってくれて本当にありがとう。すごい、なんか導入とか考えないで済んだから助かりました、ありがとう。そう、簡単にね、あんま行かないなって思っちゃった。わかるの、私も映されたくない気持ちがすごくわかるから。だから誰かを傷つけるような配信はしたくないなって思ったの。だからまあ動画にする方が私も心配なく誰かを
話し上げることもなく、相手がさ、コンテンツのあのなんだっけ、フェイスシステム本当神だから、討伐討滅を超えたあたりは多分生配信ができるのよ。討伐討滅がいつ来るかがわからないのよね。じゃあそのためにはいつ来るか、そのネタバレを私が踏みに行かなきゃいけなくなるじゃん。でもそれってなんか違くねみたいなそれは私のやりたい FF14 配信ではないなみたいなね、一生抜けられないんだけど、ここ助けてくれでもいいの、これは私が受ける罰だからね。あ、そんな感じ。それも思って、最近その MMO 配信ってどうなんすかね、世の中。私ブループロトコルもね、そう、黒いのハエ、そう、うるさいんだこれそこら辺がね、深いポイントなんだよね、ポゴの。ブループロトコルも配信やってなかったんですけど、あのそれは嫌になったからとかじゃなくて、まずマジで単純に時間がなかったからなんだけど、ブループロも一応 MMO の体みたいになってんじゃん。どうなんすかね、やっていいですか、あの生配信者滅びようみたいなのない、大丈夫、やらなくなっちゃったか。一応大型じゃないけどさ、ストーリー新章来たからやらなきゃなと思ってるんだけど、やる前、ストーリーをやる前にやらなきゃいけないことがまだ残ってるから、それはね、今週の木曜に YouTube でやろうと思ってるけど、どうなんですかね。よっしゃ、あ、ダメか。逆にさ、ブルプロは配信をガンガンやった方がいいんでねえかという気持ちはある。よっしゃ、よっしゃ、あー、バカ野郎。ブルプロはね、あのね、リアル友達がね、一生懸命やってくれてるから、情報がいろいろ入ってくるんだけど、なんか割とストーリーもすぐサクッと終わるらしいから、さっさとやるかと思ってる。よっしゃ、来いや。どうなんだろうね。あ、飛びすぎた。やっぱ好きで。よっしゃー。原神は時間があったら参加したい。ありがとう。あの、原神はさ、原神も実際今配信あんまりしてないじゃん。あの、稲妻の探索度を上げて、来年の頭から1月ぐらいからスメールのストーリーを進めようと思ってる。だから月曜日の女子消化配信はちょっとお休みしようかなって思ってますあ、難しいよね、人がね、生きてる場所だからさ。実際これもあの個人サーバーみたいなの立ててやった方が、あー、やめて、そっちに戻らないでいいんだと思うんだけど。でもごめん、ちょっと耐えられない、一人じゃこれは耐えられない。あ、そっか、制限解除か。そうだね、ちょっと言われてみれば、で一人二人ぐらいだったら全然確かに集められる気がするわ。あ、その発想はなかった。あれだわ、あの最近討伐討滅も演出がさ、そのストーリーに紐づいてて意味のあるものになってるからさ、一応その動画みたいなものには残したかったのよ。あのつくよみ戦とかさ、結構良かったじゃんああいうの残したい。あ、そうだね、制限解除、ムービーがびっくり見れるのも素晴らしい。やっぱ有識者に聞くのが一番いいな。一旦ちょっとモザイクとかあのかけられるから動画でやってみて、大丈夫そうな時は生配信するわ。じゃあ14問題は解決しました、私の中で。ありがとう。
さっしー仕事頑張ってたらさ、私のツイッターだったもの見てた人は知ってると思うんだけどさ、突然あの VTuber 推しの VTuber が引退したんだよ。なんか活動最近してないなと思った。お別れ配信もなく、引退発表から5日ぐらいでさよならしちゃって、もうなんかバチクソにへこんで、先週1週間バチクソにへこんで、マジでなんかもう人とコミュニケーション取るの無理だと思って、こういうさ、なんか雑談とかちょっとやるだけの元気がなくて、だからね休んでた、ごめん。でもそれはね、なんか土日ぐらいにね、あの吹っ切れました。のなんかね、その仲間、ファン仲間から DM もらったりとか、リップもらったりとか、あの傷の舐め合いをしてね、吹っ切れました。吹っ切れたっていうのも、ほんとなんか なんでがでかすぎて、もう戸惑いがすごかった。びっくりした。こんなに1週間もさ、なんか なんでが続くと思わなかった。自分の中でもびっくりしたもんね。引退は辛い。俺なら発狂して3日休む。3日休むか。3日じゃん。私1週間だった。1週間なよ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 してた。そんな中ですよ、またあの話題が FF14 に帰ってきますよ。ファイナルファンタジー14の花火大会行ってきました。チケット取れちゃってたね。なよ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 、ふにゃ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 ってしてる中、ファイナルファンタジー14の花火大会に、幕張行ってきました。幕張メッセの奥かな。綺麗だったね。配信見てた人いるかな。現地組もいたのかな。音楽に合わせて花火がボンボンって上がっていくの見て、あーやっぱ花火は生に限るなって思って、ちょっと元気出たんだよね。ファンフェス当たりましたか。ファンフェスね、落ちたので、リセール申し込み中です。リセールあるじゃん。今日からだって言われたから、それで行きます。行きますだって当たるかどうかも分かんねえのに。最後にさ、そして世界へって、私その曲のタイトル知らなかったんだけどさ、あの FF のテーマっぽいやつがさ、わーって流れてさ、本当にたくさんの金色の花火がうわーって上がったところ、本当に感動してさ、その1週間くよくよしてたのがさ、なんかまたきっといいことはあるなってあ、すごい励まされた。下ばっか向いてても上見りゃこんなに綺麗なものたくさんあるんだから大丈夫だよみたいになって元気になったんだよ。ありがとう花火。ね、私一生ここから出られないの。本当に 1時間絵変わらないと思うって言ったけど、本当に1時間変わんないんだけど、これどうしよう。一生ハエにブンブンされてんじゃん。そう、このハエがすごい不快でさ、嫌だなって思ったんだけど、一生抜けられないで笑う。ねえ。泣いちゃいそう。おお、しょ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 、うわ、バカ野郎。鼻水出ちゃった、ごめん、鼻水出ちゃった。
助けてくれー、ここから、うんうんうん、声が汚ねー、汚ねーなー、ユキタの声は。心折れそうになるの。こんなところで私負けたくない。だってさ、私のスコア見てみてよ、見えるかな、わかんないけど 11% までは進んだんだよ。この骨骨のな生ゴミゾーン抜けたんだよ一回。でも怒ったんだよ。わあ、突然話変わるけど、冬のコミックマーケットに申し込んでいます。11月の10日に当落が出るらしいので、分かっていたら何か出します。よろしくお願いします。ジャンルは原神です。イラスト集とアクリルキーホルダーを出したいなと思っています。よろしくお願いします。冬コミ落ちたらめっちゃ配信やるわ。落ちなかったら配信やってる、ちょっと余裕ないかもしれない。あ、違う、落ちたら配信、お、落ちなかったら、あ、受かったら、受かったらちょっと配信減る、また減るよ、減ります。原神の可愛い女の子を描こうと思っています。よろしくお願いします。あ、怒った、復帰してくれ、頼む。うわー、もうだ、今年終わりだって。冬コミの話しちゃったよ。ああ、また落ちちゃった。タルタルはタルタル、男は興味がありません。勝利先生は人権だと言われているのに、私ガチャすら引いてませんからね。なんで育ててないのって未だに言われるよ、ゆくあき。行く秋ベネット、男に興味がないのです。あ、怒った、ほんと早いですよね。ね、今年何した、私今年何したかな。今年一番の思い出、何だろう、YouTube のショートでなんじゃもちゃんが35歳だっていうショート出したんだけど、あれ地味に燃えてるんだけど、今も燃えてんだけど。めっちゃコメントついてんだけど、もう今年の一番の思い出それだわ。人に言われて嫌なこと言わないでくださいってコメントたくさんついてる。すみませんでしたって、すいませんでしたっていうコメントを返した。いや、そんな大層な炎上じゃないけど、あ、なんかすげえ反応あんなみたいな。でもね、なんじゃもの解像度がそれで上がったから、あのなんじゃもオタクたちに感謝。うわ、まあそんな感じかな。ヘロヘロになっちゃった。なんか傷ついたりとかはしてない、大丈夫、ありがとう、大丈夫です、もう私の責任だからさ、私の表現の責任だから全然大丈夫なんだけど、人気キャラなんだなみたいな。あと人生初めてのポケモンだったし、ポケモン楽しい
かったな。あ、まだ終わってないんだけど、この最後に YouTube でやった配信のバトルめっちゃ楽しかったな。ポケモンだな、今年一番の思い出。宇野ショート最高だったんですけどね私の表現の責任だから仕方ない。いやでもほんとポケモン面白かったわ。あ、ダメだ、飛びすぎる。うわ、戻れ。あ、ダメか。どうにかしてこの苦しみをみんなと分かち合いたい。どうにかしてこの苦しみを誰かに押し付けたい。なんかさ、蜘蛛の糸にお前ら来るんじゃねーってやってるあの罪人の気持ちすげーわかる。お前らも苦しめばいいのにって気持ちになる性格が悪い性格が悪すぎるお前も苦しめお前も苦しめこれ本当、ちょっと知りあの配信ネタ困ってる YouTuber に、あのポゴっていうすげえ面白いゲームあるんですけどどうですかってリプライ送り続けよう今日本で大人気なの嘘じゃないしね。まああれですよ、最近何してたのっていう話は終わったので本編は終わりました。あとはおまけです。まあ、作業用 BGM でも睡眠用 BGM にでもしてくれ。こんなんじゃ寝れねえよな。うわ、来た、ごめんね、あのノイキャン入ってるけどすごいあの何これ、超音波みたいな声出たもう一生これ抜けられる気がしないんだけど、あの公約を達成いたしましたので本日の配信は以上とさせていただきます。次回スイッチ配信は未定でございますが、木曜日の夕方からブループロトコル配信をひっそりとやろうと思いますので、あの YouTube かな、 YouTube 配信やろうと思うので、よろしければまた作業用 BGM にねしていただけると幸いでございます。それではあの皆様良い夜をお過ごしください。保護に呪われないように。あ、レベルがあったわ。なんかちょっといいもの見てから寝てくださいね。別のいい配信を見てお休みくださいませ。それでは皆様おやすみなさい。井上ゆきたでした。またねー。あー。